はい、はい、どうもチョブリです。ということで今日なんですけども、本日はですね、10月10日の月曜日ということで、月曜日といえばね、クラブセレクションガチャですよ、やってまいりましたので、今週もベスト5おすすめ選手ランキングやっていきたいと思います。ということでね、今週なんですけれども、マドリーチャマルティンということで、レアルマドリードのガチャがね、登場しているということでね、今日若干動画トークも遅れてしまったんですけれども、かなりね、ツイッターとか SNS でも話題になってますね。まあ、久々のビッグクラブのクラブセレクションガチャかなってことでね、かなり嬉しいんですけれども、いや、このメンツ見てくださいよ。正直ね、ベスト5、まあ8位なんですけどね、ベスト5発表していこうと思うんですけど、まあ誰出てもいいよねみたいなガチャですよね。なんでほんとベカキンとか無課金勢の方もね、引いていいガチャなんじゃないかなと。ここまでに外れのないガチャってあんまりないかなっていうふうに思うので、引いていいんじゃないかなと僕はね、個人的にもうすでにね、最初に思ってますってことをね、伝えておきたいんですけど、なんかね、これ配信とかでも言ってるんだけど、これさ、CS ガチャさ、もうちょっとデザインなんかさ、かっこよくしてくれてもよくない？なんか指名契約権とかさ、なんかすごいやん。なんかもう本当にドラゴンボールみたいなさ柄になってるからさ、なんか CS ガチャとかもっとこう柄とかこのデザインが違うだけで引く気起きるんじゃないかなとか思ったりするんですけど、本当にね、今回の選手めちゃくちゃ有能なんで、ベスト5早速発表していきたいと思います。はい、ということでまず5位はこちら、フェルラン・メンディですね。5位に選ばせていただきました。いやね、めちゃくちゃ有能なサイドバックだと個人的には思います。まあ、左サイドバックと左サイドハーフができるわけなんですけれども、まずプレイスタイルがね、守備的サイドバックっていうことでね、ここがまずめちゃくちゃいいですよね。まあ、結構最近ね、左サイドバック誰使えばいいですかとかってね、質問多く受けるんで、結構悩んでる方多いかなって思うんですけども、フェルラン・メンディめちゃくちゃいいと思います。まあ、能力値見ていくと30レーまで上がるっていうところでね、かなり上がるんですけど、スピード瞬発がもともと80乗っかってるんですよね。まあ、ディフェンスも全部70台乗っかっていて、守備意識だけね、結構高くて78乗っかっているってことで、まあ、スタミナもね、もともとめちゃくちゃあるんで、個人的にはまあ守備的サイドバックの選手なんでね、もうスピードは結構十分かなというふうに思うので、まあ、スピードと瞬発を4ずつぐらい上げて、あとはディフェンスに全振りしてあげたらめちゃくちゃいい感じのサイドバックできるんじゃないかなと個人的に思います。スキルのを見ていくとこんな感じで、なんかね、フェルラン・メンディこれ謎だなって思ったのが、守備的サイドバックなのにスキルは攻撃的っていうね、結構矛盾が生じている感じにはなるんですけど、まあ、あまり守備のスキルが多くないってことでちょっと5位にさせていただいたんですけども、それでもね、ピンポイントクラスとかアクロバティッククリアとかね、サイドバックなのルーレットを持っているってことね、結構貴重かなというふうに思いますし、まあ、スキル以上にね、能力値がめちゃくちゃ優秀だなというふうに感じたので5位に選ばせていただきました。今週も A ですしね、めちゃくちゃ使えるんじゃないかなと思います。ちなみにね、逆足も高い高いで使えて波が普通ということで、まあ、この選手もね、ビージョンの時に使える選手かなって思うんですけども、まあ、レアルマドリードなんでね、結構ビージョンになることが多いかなっていう思うので、当たり枠なのかなと思います。ということで5位がメンディでした。続いて4位発表していきます。はい、ということで4位はこちら、チュアメニですね。4位に選ばせていただきました。いや、この選手もね、めちゃくちゃ能力値優秀だなと個人的に思ってます。まあ、全体的にパッと見てね、バランスのいい能力値かなと思います。まあ、ボールコントロールとグランダーパスが80乗っかっているんですけども、まあ、ある程度守備能力もあって、ドリブル的の数字も高くてってことでね、バランスいいかなって思うんですけれども、ボックス2ボックスの選手でね、 CMF と DMA ができますと。でレベルが28レベルまで上がるっていうところなんですけれども、まあ正直これに関してはね、守備的に育成するか攻撃的に育成するかは自分次第かなとは思うんですけど、このスキルっていうところ見ていくとね、割とねこのスキル守備的なとこ多いんですよね。スライディングタックルとかエアバトルとかインターセプトとか持ってるんで、まあ、個人的には守備的な、まあ、B2B ですね、 CMA の選手として育成してあげるといいんじゃないかなと思います。なんでまあスピードとねスタミナがまだあまりないので、スピードスタミナ脚力のところ上げてあげて、あとはディフェンスの能力ガッと上げてあげると結構いいね、守備的な中盤の選手出来上がるんじゃないかなと思います。まあその他にもね、シュート系のスキルは持ってないんですけど、ワンパスルーパスとか持っていて、ルールとか持ってるんで、かなり使用感自体はいいのかなと思います。まあ今週もね、評価 B ということでかなり使えると思うので、間違いなく当たり枠なんじゃないかなっていうふうに思います。選手の特徴のところ見ていくと、逆足も使えて、コンディション並み小さいってことで、今週みたいな B じゃない、 C の時でもね使えるかなというふうに思います。まあ、ボックス2ボックスなんでね、 DMF アンカーの字で使うのは微妙かなっていうの思うんですけれども、まあ、中盤のね選手と、まあ、守備的な中盤の選手、またはカンテとかね、ゴレツカとか、まあそういった感じで、そういった役割で使ってあげるとめちゃくちゃいいんじゃないかなというふうに思います。ということで4位がチュアメニでした。続いて3位発表していきます。はい、ということで3位はこちら、ダビド・アラバですね。3位に選ばせていただきました。本当にね、一家に一人アラバって言ってもいいぐらいね、めちゃくちゃ有能というか、今作も超使える選手なんですけれども、まあ、この選手も今作っていうかね、このガチャでも相変わらずバランスいい能力してますよね。まあ、17レベルまで上がる中で、フライパスとディフェンスセンスが80乗っかってますと、その他の数値に関しても70後半乗っかってる数値かなり多いですよね。バランスよく規制してあげると、80乗っかってくる数値がね、かなり多くなってくるんじゃないかなっていうふうに思います。アラバなんですけどね、僕も使ってるんですけど、左サイドハーフとバックもできて、CB、DMF、CMF もできるんでね、本当にベンチとに入れとくだけでもかなりねスカッと安定するかなって思うので、今週も評価 B ですね。まあ、スタメンはもちろんなんですけれども、ベンチに入れといてあげて、どこの選手とも交代できますよみたいな、そういう要因で使ってあげてもいいんじゃないかなと思いますね。まあ、アラバはね、いつも通りしっかりスキルも超優秀です。シュート系のスキルだと無
ル回転シュート、ドロップシュートを持っていて、パス系だとワンタッチパス、スルーパスを持ってますね。そしてバックスピンロブ、ピンポイントクロス、インターセプト、スライディングタックル、キャプテンシーってことで、いやスキルも申し分ないぐらいめちゃくちゃ優秀ですよね。守備系のスキル持ってるんで、もちろんサイドバックとか CB で使ってあげてもいいかなと思いますし、まあ、シュート系のスキルとかパス系のスキルも多く持ってるんで、もちろん中盤でもかなり使えると思います。間違いなく大当たりの選手だと思いますね。選手の特徴のところ見ていくと、逆足頻度やや低い、精度高い、そして波小さいってことで、ここに関しては申し分ないんじゃないかなというふうに思います。間違いなく大当たりのダビド・アラバということで3位に選ばせていただきました。続いてじゃあ2位発表していきます。はい、ということで2位はこちらミリトンですね。2位に選ばせていただきました。この選手ね、かなり強化幅が大きいということで2位に選ばせていただいたんですけれども、いや能力値かなり高いですよね。17連まで上がる中で、すでにねアグレッシブネス、ジャンプ、そしてスタミナが80乗っかっているってことで、これタレントポイントディフェンス中心に振ってあげたら80後半まで乗っかってくると思いますし、スピード瞬発もね80乗っかってくると思います。まあ、個人的にはね、CB っていうよりかはこれ右サイドバックできるのがめちゃくちゃ大きいかなというふうに思っていて、まあ、センターバックで使うには正直身長もちょっと186センチってことで、まあ低くはないんですけど、まあちょっとね心配な部分があったりとか、まあ、フィジカル面とかもねちょっと低いかなっていうふうに思うんですけど、サイドバックで使うってなるとめちゃくちゃ優秀だと個人的には思うんですよね。こんだけスピードもあってディフェンス能力も高い右サイドバックとかってそこまで多くはないと思うので、まあかなり優秀なんじゃないかなっていうふうに思います。でミリトンなんですけど、好きでもね埋まってないんですけど、しっかりディフェンスに必要なスキル全部持ってるんですよね。ヘッダー、インターセプト、ブロッカー、エアバトル、サイディング、タックル、アクロバティック、クリアってことで、このほんとスキルに関しては全然申し分ないと思いますし、かなり優秀な部類に入ってくるのかなと思います。選手の特徴のところ見ていくと全部普通ですね。頻度、精度、波普通ということで、まあこの選手も普通のね今週 C ということで、まあちょっとここは微妙かなというふうに思うんですけれども、まあ、B 以上になってくることもかなり多いと思いますし、それ以上にねやっぱりこの能力値右サイドバックとしてかなり有能かなというふうに思うので、個人的に右サイドバックで使うのはミリトン超強いと思ったんで2位に選ばせていただきました。ということでは続いてラスト1位発表していきます。はい、ということで1位はこちらビニシウスジュニオールですね。1位に選ばせていただきました。いや今ね SNS でもかなり話題になってますね。ツイッターでめちゃくちゃ見かけましたね。なんか総合値が100いくらしいということで、まあ結構過去最大って過去最強に強いビニシウスらしいというわけなんですけれども、まあ、25レベルまで上がる中で相変わらずのバケモン能力ですね。スピード瞬発も86、86、そしてドリブル数値のところもボールコントロールドリブル84乗っかっているということで、これもスピード瞬発に関してはねタレントポイント4ずつ振ってあげれば90乗るってことで、まあ相変わらず能力値めちゃくちゃ高いなーっていうのが印象的ですね。まあ、本当今作に関してはネイマールと同じくらいに使用感がいいと言われているビニシウスなんですけれども、まあ一個懸念点はこの左サイドしかできないっていうところですよね。まあ、左サイドハーフ、左サイドウイングができるわけなんですけれども、本当左サイドハーフを使った戦術とかウイングを使った戦術をね、使用している方にとってはかなりの大当たりというかね、まあ、ダントツで一番大当たりなのかなと個人的には思っております。スキルの方もねかなり優秀でダブルタッチ持っていて、シュート系のスキルだと、ライジングシュート、アクロバティックシュートを持っていて、スルーパスを持っていますと。そしてダブルタッチもしっかり特殊ダブルタッチですということで、使用感めちゃくちゃいいと思います。そしてね選手の特殊のところ見ていくと、逆足頻度やや低い、精度が普通、波小さいということで、これね頻度と精度とか気になる方もしかしたらいるかなというふうに思うんですけれども、左サイドの選手なんでね、まあ切り込んでシュートを打つみたいな、まあそういったイメージで使用してあげるといいんじゃないかなと思いますね。いや総合値100の選手がまた増えてしまったということで、ビニシウスね今までも何回も来てるんですけども、この中でもね一番強いビニシウスということで1位に選ばせていただきました。はい、こんな感じで今週のレアルマドリードガチャですね、クラブセレクションガチャ開催していったんですけれども、いかがだったでしょうか。まあ5位まで選ばせていただいたんですけれども、正直ねその他の選手に関してもめちゃくちゃ優秀なんで、まあどれを引いても当たりみたいなね、そんな感じになっているんじゃないかなというふうに思います。まあ3回引いたらね必ず優秀な選手、自分にとって使える選手は手に入るかなというふうに思うので、僕は引くことをお勧めしたいなと思います。はい、ということでこんな感じで e フットボールの講座系解説を上げているので、良ければチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それでは皆さんまた明日の動画でお会いしましょう。じゃあねー。